おはようございます。西田渉です。えー、1月17日火曜日っていうところでいかがお過ごしでしょうか。全然白くしております。これ届きました。ドリキンさんところの、ドリキンさんとこではないのかな。バックスペース、バックスペース FM のノーシグナル T。でも多分これデザインは、あのドリキンさんの奥様のネズミさんがなさっててっていうところで欲しかったですね。ノーシグナル T。ドリキンさん。 届きました <laughs> 聞いてないかも聞いてないよね多分。<laughs> っていうところで、えー、と今日なんですけれどもあの高画素単焦点レンズこの組み合わせが今後のトレンドになるんじゃないかっていう結構マイブーム的な感じでのお話にもなるんですけれどもお話をしようかなと思ってます。今までのね僕の価値観概念っていうところではまあ基本的に ISO 感度を上げてえっ、ー、とまあその なんていうか、2400万画素2000万画素ぐらいの低画素、高位 o 感度に強いカメラで、えー、F4 ズーム、24105F4 とかの、えー、まあ、汎用性の高い、えー、ズーム、多少暗くても使っていく。で、位 o 上げちゃおうよっていう。このスタイルでいける、いけますよねっていうスタイルであったんですが、最近ちょっとずつ考え方が変わってきておりまして、これ、えっ、ー、と、高画素単焦点ってどういうことかというと、まあ、アウトプットで、 えと写真を見ていくってなると、大体ほとんど SNS 運用で考えると、スマホぐらいまでのサイズ感でいいのであれば、もうぶっちゃけ明るいレンズあればあるほどいいよねっていうところになってくるので、まあ、F2 とかで例えば撮っておいて、えー、仮に6000万画素ぐらいの M11 とか、まあ、これとかもそうなんですけども、今ちょっと M11 まだねしゅあ、修理出てて、これ、MT m o n o c h r o 4 0 0 0万画素かな、で、これが、えー、アポズミクロン m 3 5ミ、mm、リの F2。 開放でっちゃまあ今 F2 でね開放で撮っちゃえば、まあ今まあ、まあ大体ある程度暗い室内だったとしてもシャッタースピード125分の 1ISO、えー、は1600から3200ぐらいの間で収まるわけですよねここぐらいで収まると今時のフルサイズで6000万画素の、えー、CMOS センサー積んだ、あのー、カメラになりますとめちゃくちゃ綺麗なんですよで4000万画素6000万画素あればそこから、えー、例えばこれ 35mm ね とか50ミリあたりで撮っておいてでまあ35ぐらいでいいかなとりあえず撮っておいてあとで引っこ抜いちゃうわけですよね必要なとこだけをねそっちの方が結果的に磯1万と磯16000とか25600にして2400の F4 とかをつけて撮るよりも結果的に美しい絵ができるんじゃないかっていうのが 最近の、まあもう大体どのカメラもその流れになってますよね。これ、なんで気づいたかっていうと、えっ、ー、と、今日、今日明日ぐらいかな。明日ぐらいに、r 6 m II と RF2405F4 の、えー、まあ解説動画を出そうと思って、その時の作例がね、二人目の娘、二二番目のと言いますか、まあ長女なんですけども、二番目の娘の1歳の誕生日の撮影を、まあ室内でしたんですけれども、 その時の室内がやっぱり暗くて色再現性が低いって言った時に僕は R6 マーク2と RF の2400を F4LISSM で撮ってて妻はライカ Q2 で撮っていたんですよねで妻と娘を撮るって段階でちょっと妻の Q2 で撮ったっていうところの出てくる絵を見た時にですねまあもちろん 28mm 固定ではあるんですけどもズミルクス F1.7 が付いていることを考えるとおそらく位相的には大体開放値 F2 とか F1.7 で撮っていると考えて まあ、125分の1ぐらいのオートだったとして、多分、ISO1600 ぐらいで収まってるんですよね。やはり全然色の再現性が違うなと。僕の方は 2405F4 で、24mm だろうが何だろうが、105mm だろう F4 なので、やっぱりね、ISO 感度が160分の1ぐらいシャッタースピードを稼ぐと、えっ、ー、と、ISO が1万とか八千 ISO8000、1万2000とか2600、倍合によて2万5600っていう風に上がっちゃってるんですよね。 やはりノイズはそれは出ますよ。その位相、そこまで上がっちゃうとっていう。そうなると、ローデータで追い込むにもね、やっぱり限界があるんですよね。もう解像感崩れちゃってたりするっていうところで。だったらいっそのこと、ローデータで触るにしても、えっ、ー、と、6000万画素ぐらいのカメラで位相3200ぐらいまで抑えて、後でトリミングで引っこ抜いてから、えっ、ー、と、明瞭度とかシャープネスをうまく調整しながらデータ、グラデーション豊かなデータを追い込んでいこうが、 結果としては美しく仕上がるんじゃないかなっていうふうに思い始めてきててまあそもそもが iPhone とかもなんで綺麗かっていうと高感度に振るよりかはなるべく開放開放で使っていってセンサーなるべく小さくしてで開放で撮って ISO 感度を上げないまあノイズ処理ある程度するもののっていうそういったところですよねなのでえっと今までは逆に ISO 感度を稼げるから2000万画素で十分 って言っていたところを逆説的にもう ISO8000 とか、あいや、えー、画素数が8000万画素とか1億画素とかに振り切ってしまってなるべく明るい単焦点レンズで F2 まあもちろんね被写界深度稼ぎたいというか手前から奥までピント合わせたいという時にはもう自然的に F4 とかまで絞り込まなきゃいけないんですけれどもそれ以外の時で 28mm ぐらいであの広角でね F1 F2 とかで撮っておくにはそこまであの背景もむちゃくちゃボケるわけではないですからめっちゃこう近寄らない限りはねなのでその辺がこれからの、まあ、記録撮影においてもいいのかなっていう感じがし始めてるんですよねなので僕はもう最近どうしてもこの M 型いかと、まあ、基本的にはもう M 型レンズってなりますとほぼ単焦点ばっかりですよね なので、まあ、ズミルクスだと F1.4 でズミクロンだと F2 っていうぐらいの感じで、まあ、明るめの単焦点そして小型っていうところでやっていますので <laughs> どうしてもその高画素であればあるほどそして開放値でなるべく取っておいて立体感はすごいんですけれどもねボケ感と立体感すごいんですがそれで結果的に後でトリミングするっていうのが。 最適なななのではないかなとそうなってくると今まではもうね人によってはもう画素なんていらないっていうふうにおっしゃってる方も多々いらっしゃるとは思うんですけども僕自身はまだまだね、えー、写真においても、えー、画素のこうアップ800090001億っていうこういった進化って必要なんじゃないかなって改めてね最近思ってる次第なんですよねあのー、例えばライカ Q2 とかを見てるともう ここの後ろのボタンの部分にね、あえてもうここにクロップをもう割り当ててるぐらいなんですよ。なんで、ライカの考え方自体も、単玉でめちゃくちゃズームじゃなく単玉でめっちゃ写りのいいレンズをつけておく。そして、受ける方は、なるべく、えー、急かあの、高、高解像度な、高画素のセンサー。4700万画素。Q2 のセンサーはね。それを積んどくことによって、えー、35mm にクロップ。まあ、JPEG 運用での、にはなりますけれども、 まあそこでうまくノイズ処理しながら出していくっていう風になると JPEG 運用して3 5ミリで多分ですが4000万画素とか3600万画素で5 0ミリ運用の時にまあ2000万画素台とかで7 5ミリの時は1000万画素台みたいな感じでですが何度も言います通り 4K ですらね大体800万画素ぐらいあればいい世界なわけじゃないですか800万画素ぐらいかなまあ大体それぐらいと言われてますよね まあもちろん 8K とかになると4000万画素ぐらい必要なんですけれども、まあ大体見る環境は 4K、5K、パソコンのモニターって 5K ぐらいですよ。って考えたときには、フルで、フルで、こう、ドンと見せるときも800万画素あればいいってなりますと、そこまでクロップした、したとしてもね、あの、Q2 の4700万画素を75ミリまでクロップしたとしても、えー、1000万画素に残っているって考えると。だったらむしろ、その、 えー、データに、CMOS センサーに特化した写りのいい単玉、明るい単玉でめっちゃクオリティの高い単焦点レンズの方が結果的に幸せになれるというか、絵作りとしては正解なのかなというふうに思い始めてるんですよね。以前はもう皆様にはまずはズームレンズをお勧めしてました。 で、ズームレンズでまだ自分の好きな焦点距離を見つけようと。これは今もね、基本的な理念というか概念としては皆様にお勧めするのはズームレンズ変わってないんですよ。ですが、最後の最後を記録していく上でクオリティ高くっていうところの最後の写真クオリティになってくると意外と写いの傷んだまと高画素で引っこ抜いてしまうっていうクロップっていう考え方の方が、ローで撮ってたとしてもトリミング。 で、低位 o 感度で撮れるような状態。明るいタン玉のおかげでね。こっちの方が、なんかいいのかなっていうふうに、特に本当に今回、あさって出る動画もそうなんですが、R6 マックス2405で比較的暗い室内で撮ったデータと、えー、妻のライカ Q2 での取り比べみたいな形にはなったわけですけども、そういった時にふとね、ああタン玉でいいのかなって。で、僕自身もこの M 型ライカを使ってて、ズームがないから不便っていうことを感じたことがほぼないんですよね。 乱暴ななんですけど、これ4000万画素だったとしても 35mm で、遠くに鳥が飛んでるなーとか思ってもパッと撮っておいて、やっぱり後で引っこ抜くんですよ。で、何度も言いますより、めちゃくちゃ解像力が高いレンズなので、それをね、多少まあ、どれぐらいかな、50mm ぐらいまでにぐッとトリミングして、50mm 相当ぐらいにトリミングするぐらいでは、もうむしろ、 全然わからないんですよねそれをああいったサイズに伸ばしたとしてもおそらくは、えー、明瞭度とシャープレスの処理もちょっと弱めるぐらいに設定しておけば元々のレンズの解像度さえ高ければねトリミングに全然耐えうるっていう逆にレンズ解像度が低いまんまフルフレームで撮ったとしても結局映ってないものは映ってないってことになってしまうのでやはりとにかく明るくて よく映る単焦点レンズを追い求めていくっていう。まあ、なんか自分の中で最近ライカをずっと使っているのはなんでなんだろうなーってずっと思い始めていることが、一つね、M11 が一つの理想形といいますか、高画素、6000万画素で、めちゃくちゃ映りのいいレンズ。近寄ったりはできませんが、近寄るっていうところに関しても、マクロ機能に関しても、何度も言いますと、6000万画素で、とりあえず引き取っておいて、後で、 引っこ抜けばそれでマクロ機能になりますよね、まあ、もちろん、パースペクティブっていう問題は多少ありますけれども、とはいえ、まあ、拡大するっていうことで、マクロ機能みたいなことにもなるわけですよね。これがやっぱり最適解なのかなと。ライカの M 型レンズは寄れない。とはいえ、これ自身は今30センチまで寄れるレンズになっているんですけれども、とはいえ逆に寄って、マクロで寄ってしまうと、 F2 とかで撮ったらもうボケすぎてて何がなんだか分かんないのでどっちみちこれで3 0ンチ3 5ミリ寄るってなると必然的に最低でも F4 ぐらいには絞り込まないと理想を言えば F5.68 ぐらいまで絞り込まないと3 0ンチの、ね、被写体まで寄った被写体はちょっとボケすぎてて何が何なんだか分かんなくなるということで必然的に三脚もしくは光量が必要になるんであれば F2 で引きで撮っておいて後でトリミングでマクロにしちゃうっていう。 こっちの方が有用性高いと。なので、す、う、べ、ん、ては最近、M11、ライカの単玉、写りのいい単玉を使っていて、M 型レンズを。何かすごく心地がいいのは、もしかしたら今日喋ったように、高画素、写りのいい単焦点レンズのマッチングが、結果的に最強なんじゃないか説があるっていうお話でした。<laughs> っていうところで、今日も使い方をお過ごしください。西田でした。どうも。